ニキータ・フルシチョフ、あんたらを葬ってやる。は、1956年11月18日に、モスクワのポーランド大使館で行われたレセプションで、ソビエト連邦共産党書記長のニキータ・フルシチョフが、西側諸国大使に向けた演説の際に言い放った言葉である。英語の We Will b u r y You は、フルシチョフ付きの通訳であったビクトルス・ホドレフによる、ものである。 1956年11月18日に、ポーランド大使館で行われたレセプションに、ポーランドの政治家ブワディスワフ・ゴムーカと共に出席した、フルシチョフは、ナミール、西側諸国大使を前にして、資本主義国家について言えば、我々が存在するか否かは諸君らが決めることではない。諸君らが我々のことを気に入らないのであれば、 我々の招待を受け入れたり、諸君らに会いに来るように我々を招待しないでくれた、前、と語り、続けて、諸君がそれを受け入れるかどうかに関わらず、歴史は我々の側にある。あんたらを葬ってやる。と言い放った。これを聞いた、ナトー加盟国12カ国及びイスラエルの外交施設団は、すぐさまその場を退出した。これに対して、1959年に、 フルシチョフが米国を訪問した際に、ロサンゼルス市長、ノリスプールソンはフルシチョフを迎える演説で、我々は、あなたの、あんたらを葬ってやる。という言葉には同意しない。あなたは我々を葬るべきではなく、我々があなたを葬るべきでもない。我々は、自らの生き方に満足している。我々はその欠点を認識し、常に、それを改善しようとしている。しかし、 一び挑戦を受ければ我々はそれを守るために死ぬまで戦うだろうと述べた。一方、ほとんどのアメリカ人はフルシチョフの言葉を核の脅威であると解釈していた。フルシチョフは別の演説でシャベルを取って深い墓を掘り植民地主義を可能な限り深く埋めなければならないと宣言している。1961年に モスクワのマルクス・レーニン主義研究所で行った演説ではソビート連邦にとっての平和共存とは全世界におけるプロレタリアートと攻撃的な帝国主義勢力との間の激烈な経済的、政治的、イデオロギー的闘争を意味するとも語っている。その後、1963年8月24日にはユーゴスラビアで私はかつてあんたらを葬ってやる。 と言い、そのために困った目にあった。もちろん、我々が、シャベルで彼らを埋めるわけではない。彼らの内なる労働者階級が彼らを埋めるのだと、演説している。これは、共産党宣言第一章の決言。ブルジョアジーは何よりもまず自分自身の墓掘りにを作り出す。ブルジョアジーの没落とプロレタリアートの勝利とは、共に避けられない。おした時期としたものである。なお、この、 墓り人というのは、原文の葬儀やドイツ語、ベスターター、英語、アンダーテイカーをロシア語に翻訳する際に、墓り人と訳したことに由来する。フルシチョフ自身は回想録の中で、敵のプロパガンダがスローガンを取り上げ、すべて不釣り合いに吹き飛ばしたのだと述べている。一部には、あんたらの葬式に出てやる、または、あんたらよりは長生きしてやると訳すべきだとする論者も、 存在する。こういった論者は、フルシチョフがよく見せた図上で手を強く握り合わせるジェスチャーを踏まえて、資本主義が終焉を迎えた時に、ロシアが葬儀の手配をしてやるのだ、という意味であると述べている。翻訳家のマークポリゾッティは、2018年のニューヨークタイムズの記事で、フルシチョフの言葉は当時語訳されており、我々は、 職君より長続きすると訳すのが適切であろうとしている。フルシチョフは劇場家として有名であった。娘さえも彼は言葉が荒く話し手を邪魔したりテーブルに拳を打ちつけて抗議したり足を踏み鳴らしたり口笛を吹くことさえあったと認めている。彼女はフルシチョフのそういった行動は西側諸国の偽善者たちの計算づくの温当な 言葉とは違った彼自身の目標にあったやり方だったと評している。ミハイル・ゴルバチョフは次女、ペレストロイカの中でフルシチョフは1930年代のソ連で激しい議論を巻き起こした類戦コロンソーをイメージしていたのだろうとし、その時代の政治的文脈において理解する必要があると述べている。フルシチョフのセリフはジャン・シェイナが 共産主義陣営の冷戦戦略について表した書籍のほか、1962年のドキュメンタリー、さらには漫画のタイトルにもなった。スティングの楽曲、ラシアンズにもこのセリフが登場する。また、ビデオゲームのコマンドコンカー、レッドアラートには、ソ連が西側諸国に対して第三次世界大戦を挑む筋書きになっているが、挑発のセリフとして、 奴らを葬ってやる。という言い換えが登場する。冷戦を扱ったボードゲームとアイライトストラグルのソ連側のカードにも影響が見られる。ビリー・ワイルダーの映画、ワン、ツー、スリーでは、ジェームズ・キャグに演じる登場人物が、このセリフを投げかけられたのに対して疲れ果てた様子で、埋めてくれ。だが結婚するのはごめんだ。と答えるシーンがある。ありがとうございます。